はい、JR 京橋駅に来てます。今回なんですけども、今日は2024年11月10日大阪シティバスが、自動運転の、まあ、実証実験っていうのを、まあ、今日から開始したんですよね。それがこの森の宮京橋周遊バスっていう、京橋からまあ出てる大阪シティバスなんですけれども、自動運転レベル2で今日からね走り出したということらしいです。まあ、結構前からね、あの大阪シティバスの自動運転とか言われたんですけど、今日から一応まあ実証実験という形でスタートしたんですよね。であんまり詳しく知ってたわけじゃなくて、あのちょっと知り合いのねバス系のまあ YouTuber の方からちょっと情報をいただいて、さっきまで六甲アイランドっていうあの人工島の埋め立て地にいて、まあ、そっちでちょっと撮影してたんですけど、まあ、急遽こっちの方ね、まあ、帰ってきて戻ってきてね、ちょ乗っていこうと思います。それでは早速バス乗り場の方へ移動していこうと思います。というわけで、ね、乗り場にやってきたんです。これですね、あの自動運転実証実験中って書いてあるんで、今回あの直行のやつですね、森の宮1丁目から行くやつ、ここに乗っていきます。これあの EV モータージャパン製の電気バス、確か去年の7月に乗ったんで、それ以来ね、自動運転実証実験中、横にも書いてある。これ乗るの久々やな。まあ、かなり目立つよね。これが大阪関西万博がまだねあの開幕してからも走るということなんで、ただちょっとね全然わからん状態なんですけど、まあ、乗っていこうと思います。なんか自動運転がなんか壊れてるとかな、そんななんか話をさっき YouTube 他の YouTuber の方が聞いたんやけど、今どうなってるのか。自動運転にもレベルがあって、レベル2は運転手付きみたいなんですよね。最終的にはレベル4にするみたいなんですけど、まあ、とりあえず乗っていこう。運賃は210円かな、ちょ忘れたけど。すごいね、自動運転実証中。早速乗り込んだやつが、車内はこんな感じになってます。去年乗った時と同じ感じやで、これは EV モータージャパン製の EV バス、大型車ですね一応。じゃあバスは京橋駅前を出発。直行便なんで次で終点みたいですね。さっき運転手さんからあの今日は自動運転じゃないですよってね言われました。まあ、残念ながら故障なので今日は普通に運転さんが運転する感じですね。まあ、運行初日から故障ってことなんで、完全自動運転って難しいんでしょうね。で EV バスは電気バスってことなんで、電気とモーターで走るんでね、普通のディーゼルエンジンに比べて静かです。B 車製はねよく乗るんですけど、 EV モータージャパン製ってなかなか乗ることないんで、これね背もたれが結構ね
いところまであるんで座席は結構固めなんですけど、乗り心地はいいです。車内も一応フリー Wi-Fi かな、使えるっぽいですね。でコンセントもついてます。これコンセントで、これ止まりますボタンですね。まあ、電気バスね、 BYD 車製のやつにもあのね、こう USB のコンセントついてるんで、そこは同じ感じかな。これエアコンですね。吹き出し結構シンプル。車内には防犯カメラもしっかり設置してある。あのモニターみたいなやつもすごいですね。なんかいろいろ信号機とか電気の使ってる量とか表示されてるのかな。走行位置とかもモニターに出てます。でここに自動運転バス実証実験に関するアンケートっていうのがあって、これに答えると大阪メトログッズを申請しますって書いてますね。 QR コードで読み取るやつ。加速がめちゃくちゃいいんですよね、この EV バス。で走行も静かやし、めちゃくちゃ快適。速度とかどれぐらい出るのか気になりますね。100キロ出るんかな。でも出そうな勢いですけどね。車内の広告もあのこのバスについてのこと、自動運転システムとかのことばっかりですね。加速力が普通の乗用車と一緒ぐらいなんですよね。これがほんまにすごいわ。後ろの車もね、引き離されてますからね。これがすごいですよね、やっぱり。はい、それでは終点の森の宮1丁目到着しました。この森の宮1丁目っていうあのバス停初めて来たんですけど、これなんかめっちゃ綺麗ですよね。なんか
なんかあれさ、 e メトロモビリティタウンっていうのがなんか開業するらしいんですけど、その場所なんかな、ちょっとわかんないんですけど、めちゃくちゃ綺麗で、信号機もあそこにあります。ちょっと何なんかよくわからないです。ただちょっとロータリーっぽくなってるし、あそこは。で、ここにあの駐車スペース、多分この大きさ的にはバスやと思うんですけど、大型バスがね、止めれるようなこういうスペースがあります。ちょっとね、あんまり調べてないんでわかんないです。まあ、ちょっとね、あの知り合いのバス系の YouTuber の方と電話してて、ちょっといろいろ教えてもらったんですけど、 e メトロモビリティタウンが11月かなんかできるみたいで、その最寄りの停留所らしいですね、ここ森の宮一丁目。あの信号機とかあるんですよ、あれも仮設かなんからしいですね。お、来た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 、言ってたら、このデザインはやっぱ目立つよね。競馬してるけど、何これみたいに見てる人多かったんで。ちょ、自動運転実証中になってるんですけど、今日はあの故障で普通に運転手さんが運転するみたいな感じだったんで、まあ、そううまくいかないですよね、初日から。e メトロモビリティタウンができるのが楽しみですね。なんかあの大阪メトロのあの中央線の走ってた、もう引退しちゃったんですけど、20系もなんか展示されるらしいんですよね。これはちょっと行きたくなってきましたね。はい、じゃあ今回は大阪シティバス自動運転実証実験運行初日にね、まあ、乗ってきたんですけども、まあ、残念ながらあの自動運転が故障してたんで、普通に走ってもうただの普通のね電気バスに乗ってきたみたいな感じになったんですけど、やっぱりね自動運転ってなかなか難しいと思うんですよ。自動運転もレベル1からレベル5まであって、レベル5がもう完全自動運転らしいんですけどね、完全自動運転ってなかなかね難しいですから、今回はレベル2の予定だったんですけどね、まずはそれがねうまくいけばいいかなと思いました。まあ、とりあえず運行初日にね、乗ることができてよかったです。それでは動画はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。